レビューが追いつかないよ <laughs> 動画をご覧の皆さん、こんにちは、おたァです。いかがお過ごしでしょうかだんだん最近暑くなりましたね。水分こまめにどうぞとってください。というわけでね、今日、あとはね、ちょっと前に届いた、あおもちゃ、ああ、いっぱいあります。<laughs> いや、本当にレビュー追いつかないんだよな。つい最近、あ新商品こないだすげえ出て、やっと一段落ついたかなと思ったら、またこれだけのおもちゃが届きました。<laughs> どれも非常に魅力的だね。 ちょっと順番に見ていこうか。まずはバンダイ系行きましょう。ジゃン。スーパー、あ、ごめんなさい。SMP だね。SMP のレイズナー。レイズナーザカール。VMAX 発動バージョン。あー、これね。なんと言っても、やっぱりザカールは金ピカだよなってことでね、こう。このキットは一部メッキ仕様になってるんですね。このレイズナーも、その VMAX の発動の再現をこうメッキでやってるっていうね。 まあ結構メッキで表現してるっていうのもね、レイズナー結構あったりするんだけど、まあ大多数の人本命ザカールなんじゃないかなという感じなんだけどね。うん。まあレイズナーもかっこいいなという感じですね。で僕はこの SMP のレイズナーは、ワンは組んで動画にね、見ていただいたと思うんだけどして、ツーとスリー絶賛積んじゃってんだよな。どうしよう。 やるかどうか分かんないんだけど、うん。いあの、いきなり動画がパッて上がるかもしれません。さあ、次。えー、どれ行こうあ、これな。これすげー気になったんだよな。じゃーん。サウンド戦士ガンダム。これね、あれなんだよね。あの、プレミアムって書いてあるんだけども、このプレミアムのやつは武装がついたやつになってて、ちょっと後ろを見て。うん、これご存知のない方は見てもらえると、おってくると思うんだけど、あの、服トイとかのね、メーカーの丸か。 丸かさんがこう出してるガンダムなんだよね。で、これはサウンド戦士。そう。音が鳴るんだよね。あ,あ、いいね。というわけでね、これ、開けられる。あ、で、このパッケージもいいよね。このプレミアムのやつは、この V 作戦のさ、あの、あれみたいな感じになってるのね。自分がイメージしてるのは結構チープトイな感じと思ったんだけど、ちょっと開けてびっくりしたんだけど、さっき。じゃーん。本体こんな感じで入ってます。 えこれチープトイじゃないよね全然っていう感じ。まあチープトイっていうかね、フックトイみたいなイメージだったんだけど、色もちゃんと塗られてるし、造形も結構悪くない感じなんだよね。大きさ100分の1スケールって感じで。あー、いいな。でもなんかこう、程よくチープな感じでてる。<laughs> このパッケージも、なんかこう、文房具が入ってそうな。ガングっていうより文房具が入ってそうな、こう。 なんていうかなこう狙ってチープなものを作ってるみたいな感じがしてあいいねなかなかいいなと思ったうんパッケージ越しにすごくいい感じだなと思いますねこれもちょっとレビューしたいなと思います楽しみにしててください ここ最近であのちょうどねデラックスゼータガンダムとかをレビューしてたからなんかガングのガンダムの問いいいよなって最近改めて思ってるんだよね次はあ、これちょっと前に届きましたメタルビルドまあメタルビルドに関しては僕も買ったり買わなかったりといった感じでねえもう皆さんご存知の通り結構予約できないものとかもあったりとかするから持ってないものとかもあったりとかするんだけどねこれはオルタナティブストライクのスナイパーパック っていうやつですね。あの、結構中身シンプルな感じなんだけどね。うん。まあ、これ予約できたから購入したという感じですね。えー、例えばね、他の、まあ、ガンダムとかに装備するとこういう感じになるっていう、ウェポン系のア,アイテムですね。まあ、こんなのもう届きました。さあ、次。個人的にめっちゃ楽しみにしてたんでね、これ。<laughs> 重工 B ファイターのコンプリートエディションの B コマンダー。おーこれでね、重工あ、こうこうか。 変身できます。ああ、B ファイターね、あの、ホームページ、あの、この予約販売のとこ見たら27年の時を経てって書いてあって衝撃だった。もう27年経ってんだね、B ファイター。ああ。 これは、あれだね、多分世代で言うと、僕より、ワンジェネレーションしたっていうか、具体的には30歳、30代の前半の人に、こう、めちゃくちゃ刺さってるようなアイテムなんじゃないかなと思います。ま、ちょっと言うの恥ずかしいけど、ま、僕も見てたけどね <laughs>。地続きでガング野郎だったから見てたと思うんだけど、うん。僕の世代で言う、だからジャスピオンとか、ま、ちょっと上のお兄さんが見てたギャバンとかね、そのぐらいの感じのやつなんだけど、これすごいんだよあの、 ま、ここに一切書いてないんだけどね、中に B コマンダーっていうね、その変身するツールがあるんだけど、その当時のやつよりかなりね、あの、なんて言うかな、新しくなってて、サウンドも、あの、サンプルがあって聞いたけど、超良かったんだよね。これちょっと楽しみです。あとは、バンダイ最後はこれだね。じゃじゃんメタルビルドクロスボーンガンダム !XO のフルクロスですね。これも、 そうだね。まあ予約できる縁があったからあ購入したという感じです。僕は、えっと、クロスバー、クロスボーンのガンダムは X3 持ってるかな。うん。で、フルクロスは他にも前に出てたんだけど、まあこれは XO のやつといった感じですね。これ色が超綺麗なんだよなこんな感じで、フルクロスを装備する前の、うん。この素の状態でもなんか十分かっこよさそうなんだよね。これレビューするとしたらめっちゃギミックがありそうだね。 ちょっと開けて早く遊んでみたいなという気はします。やっぱこういうメタルビルドに限らずだけど、ガングって縁だなと思うんだよね。あの、僕はあのエヴァンゲリオンの0号機は予約できなかったから、うん、なんかちょうど今ぐらいの時期に発売されるんじゃないかなと思ったんだけど、うん、僕は手に入らなかったですね。まあ、なんかいつか縁があれば、あ欲しいなぁなんてね、思いますね。さあ、えー、バンダイはここまでですね。さあ、次。 トランスフォーマー。タカルトミーから届いたやつですね。え、リフトチケット。うん。これが届きましたね。これは、いわゆる母ちゃんですね。あの、ホイストの母ちゃんです。これ、レビューするのかなうん。今、終わりそうな勢いだけどね。じゃあ、取り出すとこんな感じ。違うんだよ、母ちゃんあ違うんだよ、母ちゃんレビューで終わりそうなんだけど。うん。あの、グリーンカラーのホイストが赤になってて。で、ところどころね、こういう。 あの限定版らしいあの塗装がね施されてるんでねこういうプリントというのかなうんまあだからちょっとカラーリングがまあ違う、まあ、いわゆる母ちゃんです <laughs> さあさあそしてね僕はこれをめちゃくちゃ楽しみにしてましたじゃんトランスフォーマーマスターピース合体これ MPG と言います MPG01 トレインボット初期 来<き>たー <laughs>。これね、あの、トレインボットのリーダーですね。正規と言います。もう、これは何に変形するかは説明不要ですね。新幹線から、トランスフォームしロボットモードになるってやつで、箱ね、意外と小さい。結構コンパクトですね。ついに始まった MPG というね、このブランド、第一発目はトレインボットの正規です。これ世代の人は、もう、説明不要だよな。この新幹線とかね、他の電車型のトレインボットというね、6体が合体して、 ライデンというね、ロボットになるんですね。これはちっちゃい頃めちゃくちゃ憧れてな。まあ、今ちょっと喋りすぎるとレビュー動画ね、喋ることなくなっちゃうんだけど。いやー、これ本当に楽しみにしました。確か一番最初に発表というか何か動きがあるぞって言ってたのは2019年の,の、あの、天空の鉄道物語というイベントだったかな。違ったら申し訳ないんだけど、そこでライデンのプロジェクトが始動っていうのがあってね。 2019年だから約3年越しですね。めちゃくちゃ楽しみだったなこれ。何回か触ったんだけども、変形工程多少、あの、難しい。うん、ちょっと難易度があるんで、まあ、じっくり、あの、変形工程ね、レビューの時ね、お見せしたいなと思いますね。楽しみにしててください。えー、今日届いたものは以上になります。じゃんというわけでね、オタファのシークレットレビュー おー、これがね、トレインボット正規のトレインモードですね。これ、すごいよな。これ、え、これトランスフォーマーって思うかもしれない。初めて見る人。ちょっと衝撃だよね。めちゃくちゃいいです。おー、結構ね、大きいですね。横。素晴らしい。それから後ろ。これね、ちゃんと。 あの、ドアがね、ありますね。で、あと、ちゃんとこのレールがついてるんだよね。僕、あの、電車の専門用語、いす、ほぼわかんないと思って。うん全然わかんないんだけど。いいなぁ。あの、うまく言えないんだけど、僕にとって、新幹線ってこれなんだよなぁ。意味わかるうん。なんか、新しいのもまあ新幹線なんだけど、なんか僕にとって新幹線ってイメージするとなんかこれなんだよなぁ。 これちゃんと JR の監修になってて、ライセンスアイテムですね。ビークルモードの再現度めちゃくちゃすごい。ちょっと手でも持ってみようか。まあ今ちょっと喋りすぎると、レビューで何も話すことなくなっちゃうんだけど、本当によくできてるんだよね。クリアパーツであの一部なってたりとか。あ、クリアパーツ今回ね、多めだね。結構多めになってます。で、塗装とか成型色。これ超いい色で、こうアイボリーホワイトになってんだよね。ちょっとこう、 何て言うのかなあの真っ白じゃないホワイトになってるっていうかね。めっちゃ感動するよ。ちっちゃい頃新幹線乗りたかったなー <laughs> やべえ、これ見てるだけでマジで泣きそうだなそもそも僕はちっちゃい頃、このトレインボット、あのライデン。 うん、これをさ、トランスフォーマーとして見てたのか、まあ、ダイアクロンとして見てたのか、全然わかんないんだよね。ただ、テレビマガジンとかにさ、うん、あの、おもちゃの広告うん、で、ライデンとか乗ってたりとかすると、めっちゃかっこいいよくてさ、多分、あの、当時を生きたちびっ子たちなら、なんとなく記号として、ああ、なんかあの、電車が合体するロボットかっこいいよなっていうのは、なんかこう、すり込まれてるような気がするんだよね。 いや、話せば長くなるし、ちょっと今話すとあれなんだけどさ。いやこういう、ところに座って、駅弁とか食べたかったなってちっちゃい頃思って。いや、あの、そうなんだよね。僕は、あの、新幹線に乗るような用事が、うん、なかったからさ。うん。あ、これ乗って東京行きたいなとかさ。なんかほんとちっちゃい頃思,思ってたね。で、また、そのライデンのお餅欲しくてさ、ちっちゃい頃。欲しかったけど、うん、だいたい買ってもらえないな。うん、買ってって言っても、まあダメって言われるの。 うん、もう、それが普通だったから。僕にとってなんか、おもちゃの思い出って言うと、もう本当それなんだよな。<laughs> ま人ってわがままで、うん、それ以外にもね、十分買ってもらえたりとかしてもらってるはずなんだけどね、なんか買ってもらえなかったことを異常に覚えてんだけど、うん、このライデン、うん、っていうかね、この正気、うん、買ってもらえなかったの超覚えてんな <laughs> だけど僕、トレインボットで唯一買ってもらったのはあるから、それ出た時とか、俺、マジで泣くかもしんないな <laughs> さっきのあの、線路の上でもね、コール走行できるし、 いやー夢は続くよ、殺そう行ああ、いいねこの。今日のこのキーワードいい。<laughs> 男は黙って。今日はね、今日のキーワード、夢は続くよ、殺そうこうにしよう。この線路の上を走るよ。いいね。なんか長生きしてよかったなっていう感じです。うん。いやー最高。このビークル、トレインモードだけでも、本当に楽しめるね。というわけでね、一回ちょっと変形させようか。トランスフォーム じゃん変形させるとこんな感じ。正規のロボットモードです。これもまたすげえかっこいいんだよなぁ。さっきのあの新幹線がこれになるかっていうぐらい、本当に完璧な変形をします。で、さらにね、合体ロボライデンの胸部にもなるしね。あ、ちなみに胸部パーツはね、この中に入ってて、ちゃんとトレインモードでもね、あの先頭の部分に、えー、格納しておくことができます。 最高だな昔のそのトレインボットのおもちゃって結構ちっちゃくて、割とこうデフォルメ気味というか、結構ディティールも大味な感じだったんだけど、うん。改めてこうして見ると、やべえ、正気ってこんなかっこいいんだって感じ。うん。ご存知のない方のために説明するとね、これはトランスフォーマーの設定では、日本で、日本育ちっていうことなんだよね。6人メンバーがいて全員日本っていうね。いやーなんか嬉しいね。うん、そ、それもすげえ好きだったりとかするかなやばいよ。 さっきの、うん、新幹線からこれさらにライデンだからね半端ないねサクッと今変形させたと思うじゃん2個あるんだよね <laughs> いやばいこれがこれになるんだよいやーもう夢しかないよねこれあれあのあれだよね「雨は夜更け過ぎに」のさうん JR 東海のやつうんや,べやばいね <laughs> <laughs> といった感じで、えー、今日の動画はいかがだったでしょうかまあ、実際のところ今これはよく今変形させて、まあ、その動画で、えー、紹介するにはどうしたらいいかっていうことをあいろいろさ、とにかく触ってます。なのでね、あの、順次、あ、えー、の、これとか、あとさっきお見せしたやつとかね、お見せするんで、まあ、レビュー、あの、引き続き楽しみにしててください。改めて本当にいつも僕の動画を見てくれて、本当にどうもありがとうございます。これからも本当に仲良くしてもらえると嬉しいですね。それでは次の動画でお会いいたしましょう。ま、どうでしょう あのま、レビューの動画ぜひ見てねーまたねー <music>